この時間は日本対コスタリカ、こちらをご覧いただきます。舞台はアリアンツアレナ、7万5千人を収容するこのスタジアムはドイツ国内のみならずヨーロッパ有数のスタジアムとしても知られています。日本国国歌お聴きいただきます。今日433のシステムで来ているんですが、北澤さん、まあ、これアンカーをどこに置くのかということになろうかと思うんですが、これどういうことですか？そうですね、アンカーがどちらかというとセンターバックの間に降りたりとか、はい、まあ、その理由というのはもう攻撃的に行きたいということですよね。そこのポイントになるのはサイドバックが上がれるということですね、はい、サイドバックが高い位置にとってそこにポイントが作れるとサイドからの攻撃が始められるということになりますよね。なるほど、まあでも結構これアンカーに負担がかかりますね。そうですね、チームが進んでいる方向と逆に進まなければいけない、うん、下がらなければいけないというところがありますから、はい、ここはちゃんと安定感を保てないと厳しくなりますからね、はい、日本のキックオフでスタート、日本対コスタリカエキシビションマッチが始まりました。まずは自分たちのペースに持っていくことがこの入りは大事ですよね、はい、そのためにはできるだけ相手のエリアにいる時間を長くする、シュートで悪い意識を持つことですよね。なるほど、まずはこのゲームの立ち上がりです。シュート、武藤、あと少し、今のは惜しいシーンでした。ボルヘス、ゆるく狙ったボール仕掛けるか、ムロヤ、ここは体を張ります。ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。ここで前を向けるか、ムロヤ、このボールに触ります。さあカウンタースピードを上げたいところ、堂安から武藤、武藤から堂安、南野、キーパーから前線へ、柴崎、ボールを受けて いいプレッシャー、タッチ終わってもう一度スローイン、ロングフィードで狙う、ベースを狙う、シュート、ゴールだ、柴崎、堂安へ。さあこの序盤両チームともいい感じにチャンスを作っています。立ち上がりから両チームともフィニッシュまでの形はできてますよね。点の取り合いを期待したいところですね。ボールは
ボルヘス、ボールを下げてリズムを作るか、ふわっと裏を狙う吉田、上田、上田からのフィードボール、このパスがつながります。柴崎へ、前半13分というところ、サイドへ、さあつながるか、クロス、縦へのボール、ボールが迫る、自分で行く、前が来ましたよ、コスタリカ、これは奪い返します。遠藤、今日はまだゴールシーンは見られていません。ご覧のように0対0です。長友、ゴンサレス、組み立て直します。上がっていく右サイド、ボルヘス、組み立てながら攻め上がっていく、さあ左へ預けて、仕掛けるタイミングを図る、さあどうする、ボルヘス、サイドを使います、いけるか、どうする、コスタリカ、ここでファールをもらいます。この辺はね、やはり抜ければチャンスシーンですからね。いやー、かなりいい位置まで持ってかれましたからね、やむを得ない選択だったんでしょうね。この距離十分に狙える位置です。この試合初めてです。そうですね。これはどうだ、日本はここクリアで難を逃れます。ドリブルで上がる、一人持ち上がっていく、うまいですね、武藤に渡る、ゴンサレス、長いボールを送ります、ボルヘス、裏のスペースを狙う、キーパーからのロングフィード、シュートレンジです、来たチャンスだ、これを拾いたいコスタリカ、ムロヤから堂安、ムロヤとこぼれてる、遠藤から堂安、絶好の位置、サイドへ、右サイドから上がります、ここで丁寧にボールを扱う、ちょっとボール持ちすぎな場面もありますよね。いい展開ですね。このパスを受けてワンツー抜け出すか、またファールか、スルーパスを出す、抜けた、一旦前を取る、裏を狙っていきます、さあ、シュッ、日本
南野、北澤さん、これ今フリーになっていましたけれども、うまくマーク外しましたよね。いや、パスを受けるタイミングが絶妙でしたよね。しっかり出してとイメージが共有できてないと、こういうもらい方はできないですからね。相手ディフェンダーも一歩対応遅れてましたね。こういうコンマ何秒の判断の差で成り立っているのがフットボールですからね。そう考えると見事なゴールですよね。さあ日本1対0先制しています。1点取ると多少余裕が出てくるんですけど、はい、そのゆとりをどうプレーにつなげていくかですよね。なるほど。ボルヘス、南野、南野から武藤、ここは通しません。ボルヘス、サイドのスペースを使います。こぼれてますよ。ボールを追っていく。南野、さあ左サイドへスルーパスを狙う。来たか、武藤に渡る。来たぞ。ルーズになる。シュート、枠を捉える。コスタリカが最終ラインまでボールを下げる。大きく縦へ。日本としてはもう前半終盤なので無理はしないでしょうね。このままリードでハーフタイムに行きたいでしょうからね。遠藤、柴崎へ、吉田が縦に長いボール。チェックを受けますが動じません。中は枚数いる。なんということでしょうか。 PK か、どっちだ。これはペナルティーエリア外という判定。絶好の位置からのフリーキックに変わります。少々深い位置でフリーキックのチャンスを得ます。さあ誰に合わせてきますかね。頭、素晴らしいポジショニングでした。乗ってきてますし、ただ守ろうっていう形ではないですよね。今なんか攻撃の人数かなりかけてますから、まあ、バランスですよね。日本チャンスを迎えたシーンがありました。長友、このボールをカットします。とこれはつながりません。ボルヘス、緩いボール、吉田、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。キーパー弾く。どうだ、シュート、同点、コスタリカ同点。今日のゲームをリセットします。いいですね、見せますね。いや、今のは見事にスペースを有効活用できましたよね。そうですね、普段は絶対に開かない位置に今のはバイタルを作りましたからね。まあフリーで受けて確実に決めるところは申し分ないですけども、やはり注目したいのはシュートの前ですよね。相手ディフェンダーを遅らせる崩しがあったからこそ結果的にあの位置でシュートが打てたわけですからね。見事な崩しでしたよね。コスタリカここで追いつきました。素晴らしい攻防を見せてくれてますよね、はい、やっぱり得点が入る試合っていうのはスタジアムが非常に盛り上がりますよね。そうですね。ボール入るか、長友から南野、さあカウンターを仕掛けます。
パスでつないで攻め込んでいきます。コスタリカ、ふわっと裏を狙う。ここでレフリー笛を吹きました。熱い前半が終了します。見応えのある好ゲームです。さあまずは前半が終わりました。非常に打ち合いになったなという前半になりましたね。まあお互い得点できているので、あとは打たせる前に早めに寄せていくディフェンス、これが必要でしょうね。日本対コスタリカ、ここまでお互いに1点ずつ譲り合い後半を迎えます。さあ後半キックオフです。ファーストハーフはお互いに1点ずつと、それなりにゲームに動きがありました。ここは間合いを取る。絶好の位置で受ける。右サイドへ振って撫でるようなボールタッチ。ボルヘス、裏のスペースを狙う。日本はここクリアで難を逃れます。サイドを縦に走らせます。遠藤、室屋、堂安へ、上田、長いボール縦へ、裏へのスルーパス、ボールが流れていきます。サイドチェンジ、長いパスがつながります。さあ右へ預けて、外側から攻めていく。どうだ、シュート、頭にピンポイントで合わせたんですが、ここは決まりません。まあサイドをねうまく使った攻撃なんですけども、ボールの出どころ、そして決定的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、この辺をしっかり処理していかなければいけませんよね。コスタリカが決定的なチャンスを迎えたシーンでした。南野、裏のスペースを狙う。ちょっと伸びてしまいました。ボルヘス、また中央へ。さあ左へ預けて、アーチのようなパス、このパスはキーパーへ。チャレンジはしません。後ろに流す、スルーパスを出す。いいボールでしょう。クリア、このピンチをなんとか出します。遠藤からのパス、堂安、いけるか。コスタリカがこの時間帯中央の守備をがっちり固めているという印象ですが、どうご覧になりますか。いや、クロスからの攻撃を警戒しますよね。しかしゴール前をがっちり固められると一見攻略するのが難しそうなんですが、北澤さん、こういった場合どういう攻め方が効果的なんでしょうか。南野、いや、これはわずかに右でした。まあ距離関係なくシュートでフィニッシュする意識の高さが大事なんですよね。ボルヘス、大きくサイドチェンジ。さあここからの展開、大きく縦へ。長友、このボールに触ります。室屋、室屋へ、縦へのボール、堂安、南野へ。後半の3分の1が経過しました。
右サイド上がる、さあ左サイドへ、さあシュートレンジだ、長いボール縦へ、柴崎、このボールはつながりません。ボルヘス、ゴンサレス、ボルヘス、長いボールを送ります。大きくサイドチェンジ、このパスがつながります。ボルヘス、もう一つ前に行きたい、ここでファールがありました。エースを狙う、いいボール入りますよ。ナバス、しっかりと抑えました。ムロヤから大きく縦へ、南野、裏を狙う、ここで受けてクロスが入る、これはつながりません。ミドル、これは枠を捉えていた。ミドルシュートに行きました。遠藤、柴崎、このパスを防ぎます。ボルヘス、コスタリカ、なかなか敵陣に入れません。ボールを下げてリズムを作るか、サイドチェンジ、このパスを受けて、遠藤、一旦戻します。室屋、上田から長いボール縦へ、堂安、南野、裏へ届くか、いやもうギリギリのクリアって感じですよね。日本はベンチに動きがあります。遠藤、吉田から鎌田、さあどこに出してくる、ここ拾って次につなげたい。コスタリカ、上田、遠藤へ、室屋、スルーパス、これをカットします。素晴らしい、南野、柴崎、遠藤へ、遠藤から右へ、足元大事に行きます。遠藤、中央、チャンスでしたけどもね、残り時間ありませんから決めたかったとこでしょうね。遠藤、奪います。
さあ右サイドから上がっていく、丁寧に足元を使う南野、右サイド上がっていくナバス、ここは抑えました。いい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますからこの試合どうなるか分かりませんね。裏を狙っていきます、南野、ここは対応します。いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤での攻め合いは最後まで目が離せませんね。さあ繋がるか、これは合いません。コスタリカはメンバーチェンジです。両チーム一歩も譲らないというこのゲーム、同点ではありますが、この終盤いつ試合が動いてもおかしくない状況です。まあどっちが勝ってもおかしくないですよね。今日の内容はなかなか面白いですからね。いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな。もうパワープレーで行ってもいいと思うんですけどもね。ふわっと裏を狙う、ふわっとしたボール、惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。手元の時計3分を切っている状況。鎌田、素早いパスで攻め上がっていきます。柴崎から南野、鎌田、上がっていく左サイド、これは相手選手にディフレクション、コーナーになります。これはクリア、いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな。上田、柴崎へ、時間ないですよ、ここ行きたいとこでしょうね。柴崎、ここで笛です。1-1、引き分けです。両チームよく戦いました。さあ北澤さん、試合の総括をお願いします。当然決着はつけたかったんでしょうけども、お互いに譲りませんでしたよね。内容見てもそれぞれチャンスはありましたから、この引き分けは悔しいでしょうね。そうですね、ありがとうございます。さあそろそろお別れの時が来ました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。1-1の同点で終了しています。